あ、こんにちは。こんばんは。タイトルひどくね。ねえ。いや、無言さ、うん。え、俺とマフで無言になるとなんか辛いとかって思う瞬間あるわけ？いや、僕は思ってないよ。なんで俺のせいにすんのよ。タイトルにしてるのマフじゃん。いやいやいや。だって一緒にさヨッシーやった時さ、ああ一番仲いいと思ってさヨッシー誘って一緒にやったのにさ、いや無言の時間が辛かったよねって言われていや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 、だって割とあのゲーム昔やったのってもうあなんだろうな、よく喋るようになって2ヶ月1ヶ月ぐらいじゃなかった？正直そんなじゃないよ、2年ぐらい経ってたでしょ。いや経ってたけど、うん、言うてそんなにめっちゃ喋ってるわけじゃなかったというか。あ、えそうなんだ。そんなじゃなかったっけ。サガタンにとってはそうなんだね。なんなん、サガタン。サガタンがいや違うよ、こっち来た頃だっけ。いやマフはね友達多すぎ、うん、まず一つ目マフ友達が多すぎる。なるほど。俺はやっぱり友達になるのに時間かけたいタイプ。ああ、そうなんだ。そうそうそう、やっぱそこ違うよね。まず何え、でも、うん、あれでしょ、うん、今日じゃないか、うん、何、友達と遊ぶ約束してたよね。あるよ、うん、あの僕もいる窓でさ、うんうん、そうそうそう、6人ぐらいいる窓で僕以外の5人と遊ぶ約束してたよね。いや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 、来たらいいじゃん。いいの、行ったら汚れん金撒き散らすことになるけど。それは嫌だけど。